地震マジかどこや最近地震多いな。北海道が揺れてる上の方か京都は全く揺れてません。結構揺れたマジで。震度何歩ぐらいや。まあ、意外とみんな平然としてるから3ぐらいかな。青森震度4マジかおい。震度5弱。結構揺れてんな。岩手5弱マジか結構揺れてんな。南海トラフの仮説用意ってそ、ね。すぐ騙されるかな。南海トラフってほんまに来んのかよ。もう南海トラフ何年以内に起こるみたいなのさ、何回も聞いてて、実際あれらしいよな。 今でも何回も起こってることになってるらしいけど大丈夫か本当に寝てて5弱は寝てて5弱やったらさすがに起きるやろ震度7って実際6.5とかあるし繰り上げってこと ?6.1 やったら7になるの7はあんまりない6.5いこうか死者誤入地震きた嘘どこやトンガの噴火もなかなかやばかったみたいね地震が九州四国中国エグいマグニチュード 7.5? マジ 大丈夫か最大6弱って書いてるやん。やばくね普通に。マジ危ないやん、これ。6弱って書いたんで。ヒューガナってどこや宮崎県やん。九州や、マジでこれ。やばいやん、ガチで。テレビが切り替わってるレベル、マジか。冗談じゃなくてやばくねこれ。ちょっとマジで、配信見てる場合じゃないよ。京都なんか全く入れてないけどな。宮崎の近くやな、これ。宮崎の沖やな。沖縄は微動だにしてない。沖縄って、トンガの、あれでも何もなかったですよね、被害ね、別に。NHK 切り替わったマジか。大丈夫っすか本当に。 広島はそこそこ出た。噴火よりもウクライナ、ウエス、ロシアが気になる。ああ。大分、宮崎、5強化。トンガの時は30センチの津波。へえ。30センチでもさらわれたら歩けんよね、まともに。ツイッター一気に重くなった。岡山の山奥、微動だにす九州方面やな。トンガの津波で27時間流されて生きてた人がいたらしいって。すごすぎやろ。お前なんかツイッターのトレンド、なんか読み込めんくなってるで。めっちゃ重い。あ,あ読み込めた。最大5強って書いてますね。マグニチュード6.8。 和歌山は異常なしか。熊本城治ったばっか。そうやね。そやな、あの、愛媛高知の方も、5、4、出てますね。地震多いって。地震大国やからな、社内。死ぬまでにでかい地震来そうって。でもさ、もう絶対来る。この20年以内に絶対来る南海トラフみたいな来てないんでしょ次30年以内に絶対来る。来てないんでしょなんか、何が本んまで嘘か。ノストラダムスの大予言。ノストラ両通、面白かったな、こっちかみ まずは、こう、まずは部長が交通事故に遭うとか書いた瞬間にドカーンって車ぶつかって。南海トラフ来たらみんなで死のうって。京都やったら死なんじゃん、さすがに、うん。僕の地元は多分壊滅するわ。僕の実家は大丈夫やるけど、おばあちゃんちとかはもうほんまに川の横やからさ。多分死ぬよね、楽勝で。南海トラフも範囲が広いから、端から端まで全域残れば日本全体が終わりそう。なんかそのさ、予想みたいなのよくあるやん。あれもよう分からんよね、ほんまにそうなんかも。うん。なんでそんな分かるんって話やし。東京壊滅したらなぁ。 隕石も降っっててくるってもう何とでも言えるやろそんなん予想だったら予想やもん予言じゃないからな。